こんにちはです天神橋筋商店街、天禄てんこりスタジオから本のお話をしてまいります、ブックエブリデイ、えー、ラジオの時にブックウェンズデイというコーナーをやっておりましたが、まあ、あ気の向いた時に気の向いた本をご紹介するということでお届けをいたします。 2月15日、今、時刻が5時19分でして、私の後ろに見えております、えー、たこ焼きのわなかさんの天落のお店がもうあと数時間で閉店ということですので、えー、残念ではございます、あの建て替え立ち退きということで、この風景でお届けをするのは、 この動画が最後ということになってしまいます。あと一体どういったものが出てくるのでしょうか。まあ、天神橋水商店街もだいぶ私が来てから数ヶ月ですけれども、すでに姿を変えていっております。まあ、そういうものなんでしょう。お店にも命があり、人にも命がある中でですね、今日ご紹介するのは、 あおとといでしたかねええ NHK の E テレ教育テレビを見ておりましたらたまたま「ええ、理想本箱」という番組をやっておりました女性2人男性1人3人が登場をしましてテーマに合わせた本を、まあ、映像を交えて紹介していくという番組でして非常にあの面白かったんですで えー、去年の年末に確か放送をしていましてその再放送だったんですがあそのテーマが「もう死にたいと思った時に読む本」というテーマでした。えー、本当にもう今切羽詰まってという人を対象にしていないということはまあ分かりますよね。ただ、まあ、誰しも おもう落ち込んでしまう時もあるどうしたらいいかわからない時もあるそんな時にこんな本を手にしたらどうですかというので最初に紹介されておりましたのがこちら「河、えー、出文庫」から出ております「人間滅亡的人生案内」という深澤七郎さんが書かれた本のその文庫版。 こちらでございます小説「奈良山節子」といえば「奪捨山」名前は聞いたことがあってそしてその映画化に際しては主演の女優さんがもう全部その役になりきるために歯を抜いて出演をしたというようなエピソードも知られておりますが正直私深澤七郎さんの本をこれまで読んだことがありませんでした。で この本に初めて出会って彼の死生観というか、えー、人間観というかそういうのに触れて小説ではありません実際と書きを読んでみますと1967年の9月から1969年11月まで「話の特集」という雑誌の連載企画でした。 当時の若い人たち、ティーンエイジャーから20代半ばぐらいまでの人たちが、深澤さんに対して悩みを打ち明けて、それに対して彼が答えるというものなんですけれど、これは今、この令和の時代になって、NHK、E テレがあのよく引っ張ってきてくれたなという本です、本当の出会いというのは、まさに面白いものであります。 当時二十歳であった人が悩みを相談していた人たち1960年代の後半ですから万博の前の年までなので、えー、今年齢でいうと二十歳として73から75になっています、まあ、人によってはもう80代になっているという人もあっていいおじいちゃんおばあちゃん うん、どうなってはるんでしょうもうすでに、えー、亡くなってしろいう人も当然あろうかと思うんですけれどもえ非常に <laughs> 面白いです。面白いって、うん、そうですね私おすすめです。あの本棚に入れておいて何、まあ、かの表紙にパッと誰かの相談と その答えを読むとそれだけでなんか肩の力が抜けるというか、えー、そういう思いがあります、えー、後書きから読んでみましょうよく私は知人から個人的な身の上相談を受けることがあったところが私の答えは相手の悩みを解決させるどころかあべこべに悩みを増すことになってしまうことになるらしい なぜなら、私の答えをもって、もう一人の他の人のところへ相談に行くことになってしまうものもあるそうである。心配事を解決するどころか、もう一つ悩みが増えてしまうので、これはとてもいい方法だと私は思う。なぜなら、悩みというのは、悩みということは、贅沢ということと同じだと私は思っているからだ。 はいえー、新聞の人生案内、えー、読売新聞はじめ、えー、各新聞に悩みが届けられますよね。まあ、もちろん短い コーナーに入れるために文章は変えられてたり構成が変えられてたりご自脱字が直っていたりというようなすることがあるかと思うんですがあのいつの時代も人は悩みを抱えていますけどそういうものとはまた違うあの時代の若者らしい時代を映す鏡でもありましてそれに対して当時の深澤七郎さん がですね。若干兄貴ということになりますでしょうか、えー、もうすでに深田さんは亡くなっていらっしゃいます。けれど、う書いている？その答えが非常に面白いんですね。はい。まあ,あの？ 基本的にいろんなことをすぐ忘れていってしまいますんで、えー、映画でも小説でも、うん、読んだ内容は「ははは」と「おおなるほどうんそうか」と思っても大体忘れてしまうんで、えー、全く白紙の状態から読んでいくんですけどこの本まあ初見ではありましたがあどういう展開になるのかもわからずにとりあえず紀伊国や梅田に 飛んでいきまして、えー、平積みになってたのを買いましたで前書きかなと思って読み始めたのが実は最初の質問でした全略深澤七郎様ただの一度の面識もない私がかようなつまらない相談をするのをどうかお許しくださいから始まっている25歳のサラリーマンうん。 四流大学卒業名もない小さな会社に入って働いているという人です。うん、で、えー、私は生まれてこの方何事にも期待せず無論自分のこと自分の才能などにも期待しないでただただ毎日毎日その時その時がたとえ楽しくなくとも 苦しい思いさえしなければそれで良いと思って生き続けてきました。だからお酒はアル中に近いぐらいの酔っ払いですし、博打は麻雀、競馬、競輪、花札、パチンコ、何でも好きです。女はし素,素人・クロートを問わず、お金さえあればクローの女を、お金がなくなれば素人の女を、と言った次第です。<laughs> はい。 まずもってその死のうと思った時に読む本の出だしがこういう悩みからですもちろん会社の仕事なども気が向かなければすぐにサボって競馬へ行ったり酒を飲んだりといった有様ですこんなわけで会社に入って1年半の間に3回ほど始末書を書かされていますもちろん改春の気持ちなどさらさらなく ただ単に形式的なものです。もちろん受け取る側もそう思っていることでしょう。取り留められないことを長々と書いてしまいましたが、これまだ前段なんですね。ええ、<laughs> 私の悩みというのは次のようなことです。お酒の飲み過ぎのため胃潰瘍になってしまい、時々滑血などもして、ほら、そう大変ですね。何より悲しいのは、そのお酒が生理的にあ,あまり飲めなくなってしまったこと。 うん、そしてそのお酒のせいかお姉ちゃんにも行けなくなってしまったおそらく栄養失調から来るものと思われる私の好きな2つの大切なものが私の前から去りつつあるのがちょっぴり寂しくもあり悲しい気持ちもするのですご感想をお聞かせください茂行 <laughs> あの,あの匿名の人もあります匿名の人もありますで本当の名前かどうか分かりませんが。 はい、石野茂之さん、今はもう80になっていらっしゃいますね。はい、石野茂之様と、はい、一つの質問に対して、まあ、長いもの、短いものはありますがあ、一つずつ答えてあります、深澤さん。酒を飲みすぎて胃潰瘍になって、か血する時などもあるそうですが、 そんなことを心配する必要はないと思います。もともと酒を好きで飲んだのですから、そのための弊害、病気などを気にすることはあなたらしくないと思います。好きなことをして、そのために悩むことなん、ことはないはずです。そして、そのために好きな酒が生理的に飲めなくなったからとしても、それが 何より悲しいなどと弱音を吐くなんて実に主客転倒した考えではないでしょうか胃潰瘍でもいいから酒を飲み続けた方がいいと私は思いますまずかったら飲まなければよいではないですかまずいものを飲めないから悲しいということもないはずです <laughs> えー、いきなりガツンと。 えー、下馬棒で頭を殴られたような、はい、その世代ではありませんが <laughs>、えー、当時ですよねまだ、はい、その安保の闘争があったりとか学生運動華やかなりし頃う頃、んえー、そしてあ大人の世界ではストライキなども 行われていいたようなそういうなそ時代であります私はまだ小学校の低学年でしたがちょうど新聞を読み始めた、えー、世の中のことに興味を持ち始めた頃の20代半ばうーんなるほどえー、あなたは今酒と女性他のことは考えないことですというのが、えー、答えになっておりました。 あのたくさんあるんで全部もちろん紹介できないんですけど、はい、ああ,こ,あこ,ういうこういうところからこの本が始まるんだなっていうのが、えー、非常にこうんでしょう今の自分の立場であったり今の世の中今の世の中にあふれている SNS の誹謗中傷であったりとかあるいはそういったことに引っかからないようにみんなが気を使って生きている。 うん、いやマスクなんてしなくていいみたいなことを言うつもりは全くないですけれど本当に周りの空気というかそういったものにビクビクしている、うん、そしてそこに何か風穴を開ける人はもうボロカスに言われてしまう今のこの世の中にあって1960年代後半の空気のなんと自由なことでありましょうか。 えーまあ、流行の言葉というか、うんあのまあ、今となっては何かもう死後というか後後というかになってしまっているう単語も出てまいります。深澤七郎様はじめましてこんな人間がいるかと思わないでぜひお答えください。吉永さゆりをこの世の世妖精と信じ政治には無関心で ニヒリストでナルシストでかつ自分は被害妄想狂だと思い悩んでいる19歳の老人です。19歳の老人。<laughs> いいですね <laughs> あの。生きているのが恐ろしいと。かといって死にたくはない、えー。過去の楽しかった少年時代への悪夢にうなされ。 薄暗い下宿に一人閉じこもりポップコーンとコーラと話の特集さえあればいいやという気持ちになりつつありますと、うん、真に私を理解してくれる人を求めてさまよう、うん、先生私は一体どうしたら人生が楽しくなれますかとはいそのおニヒリストでナルシストで被害妄想の うん、19歳の老人。何、えー、て答えますかいやまあそら「<laughs> アホか」って言って切って捨ててしまえばこの動画も面白くないんでしょうけれど、はい、今のこの時代21世紀を生きている我々はまあ50年前の話ではありますけれども半世紀前のことではありますが。う お手紙にあることは大体当たり前のことです。何にも心配することなどないと思いますと。<laughs> それなのになぜ、なんでくよくよ考えたりするんでしょうか。うんえー、友達になってもいつかは裏切られ、あざ笑,笑われると思うなん。なんと不必要なことを考えているのでしょう。そうそう。 この質問と答えについては E テレまだ NHK プラスで見られますかね E テレでも取り上げていたことです、はい、一部抜粋して役者さんが演技をしていました、うん、友達などというものはそれでいいのです友達というものは花のようなものです例えば幼稚園の時の友達小学校の時の友達 中学、高校、大学の友達。それは、春には春の花が咲き、夏には夏の花が咲くのと同じです。その時その時の時期、状態で友達はそこにあるから、眺めたり飾り物にするのです。友達はいつかは裏切るものではなく、自分自身が選んだり、捨てたりするものです。 友達などというものはその時々に自分のために存在するからそんなものに負担を感じたり頼りにしようと思うのは悪いことだと思います友達は選んだり捨てた捨てられたりするものでデパートで買うアクセサリーの一種だと思えばいいでしょう選んで身につけても古くなったり飽きれば捨てたりするものです <laughs> なるほどえー、友達が多いとか少ないとか、うん、そんなことで悩む人、うんまあ、私の場合はまあ悩むというかな何でしょうね、えーまあ、<laughs> どう考えても2メーター近い大男ですから、まあ、ほっといても人に威圧感を与えますからね、えーまあ、まあ後輩に何を言われようがそれはそれでいいんですけど、うん、友達など、うん それはもう季節の花のようなものなのですと言い切ってはりますねえー、えー、ちょっと遡りましょう22ページ、うん、18歳、えー、自分というものは一体何なんだろうとまあそうですね、えー、そんなふうに思ったりする時ですよねええー えー、死ぬのが怖いから生きているのだという人に対して男性ですあなたの生活態度は素敵です、うん、なぜ生まれてきたのかはお釈迦様にも分からなかったのです人生とは 何をしに生まれてきたのかそれは分からないでいいのですお釈迦様はそれを悟ったのです悟りを開いたのはそれは分からないことであると悟ったからなのですあなたの素敵な生活態度にアドバイスはちょっと不必要かもしれません <laughs> なんか あの肩の力が抜けるっていうのを分かっていただけますかねえー、いやもちろんあなたにも私にも目の前にやるべきことそうそうそうべきべきことうんべきがいっぱいあるんですよね、えー、それはあるんですしかしあると思ってるけどそれはあると思っているだけかもしれないですね っていうふうに思えてしまう。うん。どうですかしまえないですかまあ、普通はしまえないでしょうね。普通はしまえないんですけど、その世界にポッと持っていってくれるこの文庫本の一冊よ。うん。すごいパワーですね。ええー。子供の頃、僕は寝るより楽はない。 って言って母親にひどく怒られたことがあります子供がそんなこと言うてって言ってあれは確かうん小学校3年生ぐらいだったでしょうかすみれ小学校の3年生か4年いや4年生になってなかったなあ多分ねえー、なんかふと寝るより楽はないなあってまあ大人が言ってたからそれを言ったんでしょうね うん、でも子どもの実感として何を気をてらったわけでもなくそう言ったんだと思うんですけど大学4年目を迎えた21歳ですす一日中寝ています新聞を眺めても全て詭弁で巧妙に論理を展開して僕をもてあそんでいるのではないかと思いつつもそんなふうに思うのは精神に異常が起こっているせいではないか などと勝手に思い巡何せ僕は日和見なので行動はしないのですと学生運動を見たり、うん、ソ連社会主義には幻滅し中国社会主義にはついていけずそれは共産主義への幻滅となりカフカを読めば思考性を持たぬ僕の精神的エネルギーが 握りしめた拳の指の指間から抜けていきます、うん、寝てばかりいる、うん、そんな彼からの4つの質問「僕の人生には何が足りないのでしょうか?」「2つ目どうしたら楽しくなるのでしょうか?」「3」「思っているように僕はバカなのでしょうか?「4」「夢とは何なのでしょうか 僕は眠っている夢見る眠っていて見る夢しか知りません毎日劣等感の連続です、えー、実名ではなく仮名でした、うん、僕の人生には何が足りないのでしょうかいなあなたの人生に足りないものなどありません安心して今のままの考えでいていいのですうん どうしたら楽しくなるでしょうか楽しいなんてことは何かに比較した場合に感じることで一日中あなたは寝ている様子ですがそれが最高の楽しいことなのですあなたは現在楽しいのですだから楽しいことを忘れているのですなるほど楽しいから楽しいんだったら楽しいことを忘れているああそれはまあ そうかもしれませんね、うん、昔の人は言いました「寝るほど楽は江戸にもねえ」あ「あそうなんですか寝るほど楽はないっていうのは寝るほど楽は江戸にもねえ」と当時100万人ですかねえ日本の人口もまだまだ少なかった時ですが大都市ですよ江戸はうん。 前世の都会だった江戸へ行けばうんと面白いことがあるだろう珍しいものがあるだろうと人々は思っていましたしかし実際江戸で最高に楽しいことは寝ることだったのでしょうだから寝るほど楽は江戸にもねえ実は江戸に行かなくても最も安楽楽しくて安らぐことは家の中にもあったのですそれが寝ることだったのです。 だから寝られるならいいじゃないかと、ええ、そんなことなんで悩んでんねんって言ってますね、うん、<laughs> 腹立ってきましたかもし腹立ってきてる人がいたらとしたらごめんなさい、うん、いや別にごめんなさいっていう必要もないか、うんまあ、ここまで見てないでしょうね <laughs> 腹立ってたらねいやぜひ皆さんにはこれをお買い求め いいたただきたいですね恋愛の話、うんえー、22歳、下級生に恋をして、えーえー、もう、犯罪すれすれというか、もうボーダー超えてますね、そういう告白の仕方とか、つけ回し方とか、うん、今でいうとストーカーですね。えー そういったことを繰り返し繰り返し7人7回失恋しているという男性からの相談ですはいそれに対して <laughs> 深澤さんはいあなたの恋愛は正しいと思います7人の女性に魅力を感じ 一度も受け入れ入れられなかったことは変です彼女たちはあなたを受け入れなかったのではなく周囲に気兼ねや邪魔されて駄目になったのですだからあなたは社会の被害者だったわけです気を落とさずもっともっと何回でも何人の女性にでもでも追いかけなさいそのうちきっとあなたを被害者にしない女性をつかむことができると確信します どんなふうに思ったらというか、これがね、その芸人さんが芸人の自分のキャラとしてこう答えたら、あるいは世間はこう答えるだろうと思っているだろうみたいな、例えばそれは、あ爆笑問題の太田光さんであったりとか、あ北野武さん、ビートたけしさんであったりとか、うん、ねえ。 ラジオの帝王、伊集院光さんであったりとか、世間がこう見ているであろうっていうことから、そこから出てくるものなのか、いやいや、もっとなんか、深澤七郎さんという人の、うん、本質のところから出てきているように思いますね。なんでこんなことが言えるんですかね。えーえー、女が決まらないのは、釣りをしていて、 魚のかかる前の面白みもあるはずだからどうかもっと多くの女に当たってみることですなるほどモテるやつは、ええ、勝手に、うん、もうまさに入れ食いというのはね決して品のいい言葉ではありませんけれどさ、うん、お差を投げたらですね、ええ、何本でも釣れるんでしょうしかし 彼らには分からない、うん、かかるかかからないか分からない中で糸を垂れているその時のワクワク感を <laughs> なるほどそう言われるとなんとなく私にも分かるようなところがあるような気がしますね、えーうんえー、その深澤さんの思う人間観っていうのはまあまあ 至る所に出てくるわけですけれど、うんとそうですね、えー。人間には本物なんかありませんと、うん、書いてありますね。みんな偽物です。どんな人もずうずうしいくせに恥ずかしいような顔をしているのです。 ずうずうしいくせに恥ずかしいような顔をしている。うん。どんな人も銭が欲しくてたまらないのに欲しくないような顔をしているのです。人間は欲だけある動物です。他の動物はその時だけ間に合っていればいいと思っているのに、人間だけはその時過ごせるだけではなく、死んだ後も子供や孫に残してやろうなんて考えるので、 人間は動物の中で最も浅ましい不良な策略なども考える卑劣な恐ろしい動物ですだから本物などあるはずはありませんつまらないことを考えないことですなるほどまあ確かに、うん、この本を読んで私のまあにがっちりと こう絡みついている鎧というかかくあるべしっていうものがまあ読んだ瞬間ですよほんのその瞬間だけですけども一旦ベリべりっと剥がれる感覚がありますねええずうしいくせに恥ずかしいような顔をしているうんよく確かにそうですよねうんえ例えば性欲で言うとおお 動物でいうとその季節、うん、恋の季節に盛りがついてそして、うん、子孫を残す行為をするだけしかし人間は常にそう思っている、うん、しかもその子や孫に何かを残そうなんてそんなことは動物はしない、うん、大人になる手前まで育ててやりますがそこからは放り出してしまうもんだろうとそれが動物だろうと 人間とはなんと浅ましいものだというのが深澤さんの人間観ですねずるずしいものであるなるほど長くなりました人間滅亡的人生案内をご紹介しております深澤七郎さん、えー、文庫版に小説家の山下澄人さんがえー、解説を書いております うん、どんな人でも死んだ死んで時間が経てば忘れられる深澤七郎だってそうだこうして過去に書いたものを見つけて再び本にしてもらうほどの人であっても今の多くの人は若い人は特に深澤七郎を知らない僕だって知らなかったいくつもの作品を世に出しその中には大変評判になったものもありまあ、ならばですよね映画化もされその映画が外国で有名な賞を取っていたにもかかわらず知らなかった うん、そうですね。えー、でも深澤七郎はそれでもいいと思っている深澤七郎は死んでいつまでも覚えられているなんて気持ちの悪いことだと思っている意味がないとかなんだとかそんな風ではなく気持ちが悪いと思っている <laughs> そうかもしれませんねえー、例えば 生き死にについて解説深沢七郎にとって人間の生き死には虫の生き死にと変わらないここ大事なところです大したものではないと言っているのではないむしろ逆である人の生き死に,にはちゃんと虫の生き死にに匹敵すると言っている こういうややこしいところはい好きですこういうややこしい話私好きですはい虫けらのようなもんであるいやいや違うんです虫はちゃんとしていて人の死も虫と同じようにっていう意味ですねうんええー、多くの人は人の生き死にを虫の生き死にと同じなんていうと怒る誰かが死んで 人間が死んで神妙な顔をした人たちが、生きた人々が集まっている場に出向いて、お葬式や、うん、ええ、おつやや、ああ、虫が死にましたか、とでも言えば、わかるであろう、引きずり出される。そういう人たちは虫より人間の方がずっと大変で、中身が詰まっていて、要するに偉いと思っている。へえ,えんと、うん、人が何やと。 糸一つ、尻から出せないくせに、雲のように、そうですね、我々はお尻から糸を出すことはできません。毒針も内蔵できず、そうですね、まあ毒を持って毒を吐く言葉を我々は持っていますが、毒針は持っていません。素手で地中深く大きな穴を掘ることも、空を飛ぶこともできないくせに偉いと思っている。うん、なるほど。解説。 の山下紬人さんはそんなふうに深澤七郎の人間観姿勢観について解説をしてあります。ぜ、え、ひ、ー、皆様読んでみてください。うん、今ならまだあの N H K が番組に取り上げたことをきっかけに大きな本屋さんにはあるかと思いますし、アマゾンなんかでは当然あろうかというふうに思いますね。えー まあ本箱のどっかにちょっと置いといて私このブックウェンズデイブックエブリデイえ皆さんまあ新聞もそうですけどうんやっぱ本読むのは僕がまあ素晴らしいことだと思っているんで素晴らしいことも楽しいというか人の人生と出会える場所だと思っていますのでうんスマホもいいですけれどえ本やそして新聞をおすすめをしておりますこれを読んで 先ほども言いましたが私が長男で初孫で、えー、アナウンサーで、うん、パーソナリティで、えー、社長でというその立場によるこれまで60年間のもう頭のてっぺんから足のつま先まで染み付いている核あるべしというものの皮をベリ まあ、灰でも肺でも、また、かさぶたのようにすぐ、その鎧は、うん、身についてしまい、ま、う、あ、ん、ある意味、お酒というのは、それを、裸にしてくれるものでもあり、しかしまあ、もちろん飲みすぎると、<laughs> しんどくなったり、そこまでは飲まないですが、楽しく飲んでおりますけれど、うん。なんか、そういう自分にも気づかせてくれる本でございました。 えー、もううすすぐ6時になろうとしています後ろの輪中閉店もうあとほんの数時間という時にご紹介をさせていただきました「ブックエブリデイ今日は川出文庫にございました、はい、人間滅亡的人生案内をご紹介いたしましたではまた別の機会に本と出会いましょう。 ありがとうございました。